まあでもじゃあそんなこと言ったらさ、何でもかんでもいつも俺に聞いてくんのやめてって、この名前しかああいうことやってたけどどう思うとかさ、俺に聞くことねえじゃん、そしたら。その割には香川にも絡んで必死だな。だって香川君って誰かが絡んであげないと独り立ちできない、まだお子ちゃまだから彼は。どうでしょう？それ別に苦しくないよ。だってお子ちゃまにぶっ飛ばされるのかって、だって俺さ、すっごい俺さ、美味しいんだよ。みんな全く分かってないでしょ。勝ったら勝ったでね、香川がボロクソに言われるだけだし、俺が負けたってあんなじじいぶっ飛ばして自慢してんじゃねえよで、今度香川が叩かれるし、そんなことは予想済みですから。俺は多分負けても笑ってると思うよ。ただダメだな、年にはかなわねえなっつって。まあそういうこと、どっちに転んでも俺は損はしないんだよ。そういうことだよ。佐野にちょっかい出して、うな、ぶっ飛ばしたぜって言って、お前いくつだよって、あいつもう歯もねえじじいだぞって、ハゲで。 どっちに転んでも俺別に困んねえんだよ。ただ香川リスク背負ってるよ。万が一俺に負けた時にはもう、お前なんかもういいよってなるわけよ。そりゃそうだよ。負けの美学はうなちゃんマンだからね。どっちに転んでも負けるわけないんだろう。配信者としての立場は負けることないね。また俺のアクティブが増えるだけだよ。負けたら負けたで。美味しいわ、俺。そういうことです。そうそうそう。鼻がおられるぞ。あのね、そういう徹底的にフルボッコになる負け方は俺しないと思うから。負けるとしてもね。香川喧嘩強いの？香川くん喧嘩なんかしたことないよ、あの人は。香川はジムで鍛えてるそうですよ。本当に頑張って鍛えといて。香川はヤンキーやで。本当に？マジで？あんなヤンキー見たことねえんだけど。ゆっくり飲みな。いいよ、飲みな。こっち座ればいいの、別に。お前が遠慮することねえよ。一緒に俺と住んでんだから。リスナーが言う分には別に関係ねえんだから。嫌だったら別にいいよ。
こっち向けて、それあったかいの。タバコ持ってきて。そうやな、私だけしかあったかいの。いやいや、俺は寒くないんだよ。ちょっと待って、これ。うん。俺は寒くはないけど。でしゃばりきた。でもう別にゲルゲルが来てもでしゃばりとか何も言わないみんな。いいね、私自身ね、もうでしゃばりっていうのはもう重々分かってるから。だってお前も生虫なんだから別に関係ねえんだよ。優しいコメントの人もいるか。いるよ。それいるから大丈夫だ。でしゃばりはゴロリだけ。いや、ゴロリさんあったけど、いい人だったよ、俺。東京であったけど。おいちゃんじゃ KP で。はい、KP。違う、おいちゃんのこの、あ、で開けてくれたら。ゲルゲの分もあんたたち行くわよ。いいわね。KP。あ、ゲル P。GP でお願いします。ゲルゲ死ねって死ねはいつでも来るから。そういうのだけはちゃんと読めるから、うん、GP でお願いします。座んなさい、うん、今日だけはちょっと。あとお前それもうちょっと弱くした方がいいぜ、近いんだったら、うん、あの服が熱くなるから。タバコ一本だけちょっとこっちへ吸う。うん、いいよ。ゲルゲどっちが勝つと思うって香川と俺がやって、おいちゃん負けるだろうってゲルゲは言うよな。あ、正直ね、うん、正直のあの嘘、あ、お世辞もなしで言うなら、うん、香川さんやと思う。勝つのは、うん、うん、ほら言ってんじゃねえかよ。なんだかんで言ってあの人って体力はあんねん、うん、長期戦に持ち込むなら香川さんやと思う。スピードの差のだからな。おいちゃん、あのズルして拳になんかあの握ってバッとか殴ったらあかんよ。あ、そういうことはしないよ俺は、うんうん、まあ、あ、喧嘩慣れしてるかしてないかだね。いや、メリケンでぶん殴ってそれじゃんってルール違反なんかダメだよ。それはちゃんとしないと、うん、まあ9割香川が勝つだろうな、うん、と思うよ俺も。いや、その人の方が多いとは思う。私もその中の人に、うん、ゲルゲが言ってんだから多分そうなんじゃない。ただやっぱり台本じゃないからな。そうだよ、それは台本じゃない。台本じゃないっていうところで、うん、どうなる。面白いだろ、うん、入場曲は紅にして。やだよ、トップガンにするよ。ここはさ、トップガンにさせてよ。ねえ。うん、正直、やらんのが一番やけどな。やらんのが、うん、やらなきゃ面白くねえじゃん。うちは昔、畑に埋められても生きてた男だからね。もう負けてもどっちでもいいねん、私は正直。そうだよ、俺もどっちでもいいんだよ。どっちでもいいねんけど、ただその後にもうその時は酒場営業してるやん。2月だな、うん、うん、それに影響が出ないんやったらもう大丈夫大丈夫。そうなんだよ、ここがね、ゲルゲのすごいとこなんだ。おいちゃんは絶対勝つって言わないところが、もう冷静な判断ができてる、うん、
いや、俺は強いとか弱いとか言ってるんじゃないよ。うん、だって香川さんの動きは鈍いとは思うんですそういうこと言うね。俺のがよっぽど速いわ。スピードで一発で決めるっていう勝負なんやったらまた話は変わってくる。俺はそのつもりだもん、一発で決めるよ。長期戦に持ち込むなら多分負けるんちゃうかな。うん、そういうことだ。俺は一発で決めようと思ってるから。ゲルギは別にやるのはお店に影響が出なきゃいいよって、おいちゃんの好きにすればって、そういう人なんだよこの人は。うん、電流デスマッチとかやったら、そんなんじゃねえから普通だから、うん、いや店に影響が出たっつったってもう1週間休むぐらいだから大したことねえよ。うん、お見舞い金が来るから、うん、負けたら負けたでな。うん、まあ緑かな、言ってたな、うん、無償で、無償っていうわけにはいかないな、交通費だけだし、うん、うん、会長は抑えれるから。いや、それか、あの金網の、私あの裏のやつの全部金網で仕切られてる。だって金網いらねえじゃん、だってリングから出ねえんだから。ロープで、うん、出ないよ、普通にやるだけだから、フルコンタクトでやるだけだから。うん、お客さん集めるの、だからそれなんだよね。2月って向こうが言ってきたから、ああやる気なんだって、ああ今回乗ってきたなと思ったから、じゃあやろうかなって思って、うん、いやいや弱いからハードなんか全然上げてないよ。全然ビビってないの俺は、うん、いやいや香川やる気あるって言ってたよ。 OK 出たもん。なるほどねって思って、まあ、今回は乗ったんだって思って、うん、おいちゃん負けちゃうよ、絶対勝てない。うん、まあ前評判はないろいろあるから。ビビってないならガチでいけ。あ、もちろんそのつもりですよ。うん、もちろんですよ。ちょっと待ってね。だってさ、今更そんなの煽ったってもうゲームは決まってんだからさ。うん、必ずぶっ倒せよあの豚を。八百長なんかないよ。だって香川負けるも勝つもどっちもリスク背負ってんだから。そうだから俺12月中にやりたかったのよ。うん、投げとか無理だから。うん、そうなんだよ。だから俺は思ったのは、香川が2月だったらいいよって、それまで何が忙しいのかあいつはっきり言わなかったけど、まあ鍛えるんでしょこそこそ、まあそれはそれでいいんだけど、もうそこまでみんながさ燃えるかなみたいな。やっぱ鉄は熱いうちに打てだから。うん、いやだからその12月中にやるっていうのは受けてくんなかったのよ。これもう一本持ってきてな。
ぶっちゃんちょっとごめんよ。おいちゃんとこ行っておいで。ぶっちゃん、おいちゃんとこ行って。ほっとこりが喋るのは待ってないと思うよ。だって俺とスカイプで話して OK 出たんだから。まあでも2月だったらまあそれ、まあ、向こうはね、俺が勝手に作ってオファーだから受けてくれるかどうかだけの話で、受けないとは言ってないんだよ。だから2月だったら受けてくれるって言ってんだから、まあいっかと思って。うん、そうそうそう、俺は受けてくれただけでありがたいと思ってるから。そう、年末がね一番盛り上がるかなって俺の中で思ったんだけど、2月じゃちょっとなみたいな。まあまあいいやいいや、あんたたち行くわ。いいよ、いいわね。ケビ、いや投げとかなんないから。うん、みんなあのそういうの分かんない人なんだよ。エンターテインメントだったら投げだろうなんだろうあるかもしんないけど、そんなことにはならないよ。うん、コメント読みに、コメントが読みに、うん、いや年末の K1 っていうか今年 K1 やんのっていうか、 K1 なんてまだあんの。こいつぐるぐるパンチしてきそう俺がとタバコをやめろ。負けた時言い訳できないぞ。いや別に言い訳もするつもりもないよ。ネタには走らないと思う今回は。うん、だって走りようがないじゃん。うん、だからメリケンとかそんなん店長言っちゃダメ。そういうね、あのズルはしないの。うん、橋本みたいに顔面殴られて目見えなくなるぞ。うん、当たんないと思うよ。ヘッドギアつけないよ当然。何言ってんだよ、ぬるいことはやらねえから。日にちはいつ決まるの？いつなのかね。まだ決まってないよ今のところは。違う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 、だからあの12月の7日に日にちを決めるとかなんとか言ってたから、その2月のね。やめないよ俺言い始めたんだから。体格差がありすぎでしょ。いいじゃんかよ、ハンディぐらいくれてやんねえと。うん、いやだから今月中が一番いいな、今月中がいいなって言ってたのが香川くんの予定が、今月は12月は忙しいんだって。うん、だけどあまり忙しそうに見えないよね、家で配信とか言ってやってたから。なんで2月まで、だからこそれんすんじゃないの多分彼は。俺すぐでもよかったんだけど。うん、うん、いや負けた時の言い訳も何もない。負ければ弱かっただけの話だから言い訳する必要もないよ。うん、リングどこで借りるんだよ。大丈夫です。そうなんだよね、だから北見さんなんかもさ12月中に見たかったよなみたいなね。うん、はい、大輔さんありがとう。うん、
負けたら土下座しろ香川に。うん、全然そんなの、もし負ければね。だって普通に考えたら香川くんは体重もあるし若さもあるし、46の話のハゲのジジイなんか一撃で乗せるんでしょ。なんで2月まで伸ばしたのかな、謎なんだけどね。まあいいです。はい、まあまあ、いや体力ないぞっつっても京都から大阪まで歩いてきて、だその程度の体力はあるんじゃない。うん、うん、会長は本当に大丈夫なんだろうな。大丈夫だよそんなの。いやだから日にちが決まんないと借りる会場も決めれないんだよ。ただしまあ科学も分かってると思うけど、何日しかダメなんてことはないよね。2ヶ月も伸ばしてるんだから、前後何日か余裕持ってくれてると思うから、じゃあ2ヶ月先でもいいよ。2ヶ月も3ヶ月か。うん、ということよ。こっちが12月中にって言ったらこっちでもうこの日しかダメって言われればその日に取らなきゃなんないけど、先延ばししたんだから、まあある程度日程的には余裕持ってくれてると思うから、うん、そうそう、香川君候補日を出すって言ってたよね。どこで取れるかな。おその日は広島から見に行くの、来てくれよ。うん、いや香川くんが OK 出したからね。うん、いや早い方がいいのはそれはそうなんだけど、熱が冷める前にってみんな思うんだけど、みんなもゆっくり待ってようよ。うん、女の前で大見え切ったんだから、ね、だって逃げる理由がないじゃん。俺から申し込んでさ受けてもらったんだから、あ今回受けてくれるんだ、ただ12月はって言うから、ああそう分かった分かった、うん、まだ日付は決めてない。なんかね、7日の日に俺に連絡がくれるって言ってたから。うん。うん。で、なんか誓約書を書くとか言ってたから、あ、結構本気でやる気じゃん、みたいな。うん。ドタキャはないでしょ、普通に。会場代があまりにも高いならやらないって。いやそれはいいです、こっちで全部持ちますから、こちらが申し込んだんでそこは気にしなくていいですよ。うん、そうそう、香川さんはお互い調印するって言ってるから、うん、そんなお金あるの大丈夫しろ北見さん大丈夫です、心配しなくても。いやいや、あのね、俺は正直な話、ファイトマネーだけでそれ以外の、あの会場に来るリスナーさんからは金は取る気は一切ないです。だって俺のわがままでやったことだから、お金なんか取んないよ。うん、もちろん、そうそうそう、もともと今やってるジムとかを夜に借りてやるだけだから。うん、うーん、なんか一回ぐらいなんかギャフンと言わしてえなってあのガキにって思っただけ。ただねえ、リアルでやったら俺パクられるから、あきちっとした形でやりたいなって。
だから俺やる気満々だよ。ギャフンと言わせて二度と偉そうなこと言えねえようにしてやろうって俺の中では思ってるから。ああ香川は俺が絶対逃げると思ってんのね。これ俺が降りなかったら香川君ちゃんとやってくれるのかね。計量なんか関係ねえよ。だって体重なんかもうそんな関係ないんでしょ、無差別だから。総合ルールです。俺もそれ香川君に伝えてあるから。オープンフィンガーですから。いや俺逃げてないんだよ一回も。去年の年末にも俺申し込んだんだけど去年逃げられたんだよ。ああもうセコンドとか男梅さんセコンドとかいらない。5分ぐらいで決着ついちゃうから。もう当たり前じゃん、もうそれ伝えてあるから俺。いや5分もかかんないんじゃない。5分以上かかったら俺が負ける時だよ。オープンフィンガーやめとけ。いやいやいいんだよそれで。レフリーは、はい、きちっとした人つけるよ。言い訳なんかしないよ、負けたら負けだもん。そりゃ面白いじゃん。お前1分も持った。そうそうそう、俺の中ではそう思ってる。だから1ラウンド3分でやったって3分で終わるよ。いやいや予定蹴らないよ。だって7日に決めるって言ってんだから。俺はそれ頭に入ってるから。この間スカイプで放送上で話したでしょ。オープンフィンガーとか一撃狙いじゃん。さあ別に一撃狙いかどうか分かんないけど。だラウンドが伸びないって、どうせお互い素人なんだから。だからきちっとこれ以上はってなった時にはレフリーが止めてくれるから死ぬことはねえよ。どうでしょう。で分かるよね。飲みすぎてんじゃねえか若干。これがラスト、ラストだよ。チャンマン VS ユイガのカードも見たい。いやユイガはもう蹴り一発で終わりだから。2ラウンド持たないと思うよ。1ラウンドだと思う。だから勝負は早いと思う。ユイガは腕相撲でのしただろう。まあいいよそれ言わなくて。まあとにかく俺がオープンフィンガーでやりたいって言った理由は、 でも香川には言ってあるからね、オープンフィンガーだよって。で OK 出たから。いやそれさ、エセ関西 VS ウナとかさ、なんでさみんな勝手に変えてくの。もうこれ香川と俺のワンマッチだから、サブマッチもないから。
いや前座とかいらないんだ。うん、ワンマッチだから。うん、香川は絶対手を抜く。意味が分かんない、手を抜く。うん、多分どっちかの鼻が折れるな。折れないと思うよ。うん、なんで みんながなんでこれやることに反対なのねえ。反対ではないよね、普通に。うん、何が信用できないの。やるって言ってるじゃん、大賛成だろ。うん、いいじゃん。うん、もしものことなんかないから大丈夫だよ。うなちゃんが怪我するのが心配。関係ねえんだよ、あんなの。ああ。余裕余裕。台本はないからね。うん。向いて。ガチでやったら二人、どこちだよ。うん、だって俺ぶっ潰すつもりでやるんだもん。うん、お前は絶対に逃げる。逃げないと思うよ、うん、だって逃げようがねえじゃん。もう約束しちゃったんだもん。こっちからオファー出して向こうが受けてくれたんだ。どうやって逃げんだよ。逃げ方教えて。信頼できる情報筋の話だと多分やらないことになってるって言ってるお前がプレアカじゃなくて、しかも小手半が長い工事になってること自体、お前の発言が信用できない。無理。いや、香川やるっつったんだよ。だからなるほど、今回乗るんだって。うん、あの人チャンネルでやるのかな。え、香川さんチャンネルで有料でやるのかな。やらせないよそれは。うん、もちろんだよ。そんなのお金儲けにまあ使わないでって。だってファイトバネー出すんだから。うん、もちろんだよ。そんなの正直出しに使われてるような気がして、それはちょっと私は嫌だけどな。いいじゃん。いいの、それでも。だってどうせ俺が勝つんだから。そこで香川さんが有料でやりだして。いや、やっちゃダメだよ。だからじゃあそれも約束に入れとかないとダメだよ。うん、もちろん、うん、そんな当たり前じゃん。金取るような放送やるなって、うん、だって香川自身がリングに上がってんのに放送できねえだろ。うん、うん、そういうことです。そういうことです。うん、チャンネルとかは関係ない。有料チャンネルでやっちゃダメよ。あくまでもニコ生の公式をそこでねじ込むのはダメ。うん。金儲けは考えてないと思うよ。うん、だってそれはなしだから。うん、俺も当然俺の枠では放送しないよ。会場に来たリスナーが中継する分には OK。 言ってる意味わかる？俺たちは放送のことはもうそこは頭から飛ばしてやるんだから。
わかりますよね。俺は自分のこの枠でなんか放送なんかやんないよ。うん。それは会場に来てくれたいろんなリスナーさんが枠取る分には問題ないからね、うん、いややっちゃダメなんだよ、うん、もうガチガチなんだよ。だから言ってる意味は、俺放送なんかやんねえもん。女の俺のリスナーが何言ってるかなんて別に気にしながら試合なんかやりたくねえし、なんで香川に配信させなきゃいけないの？いやだから有料会員稼ぐためにっていう、うん、そういう魂胆があってやりそうな気がするから。ダメだよそんなの。うん。そうだよ、香川同意すると思うよ。お前の放送もやるなよ、俺もやらないから。後日動画であげるとかさ。まあそれはいいじゃん、後日は。それは、ああなるほどね。見せますよとかさ、うん、そういう感じで見たい人は会員に入ってくださいよとか。今日の放送なんか見てたけど、そんな感じなこと言ってた。いや、違う、そんなことは言ってないけど、うん、今日の放送の置いといて、俺トイレ行ってくるから。目的だって、やっぱりそういう目的。いや、彼はだって会員数増やしたいだけでしょ、うん、うん。俺は全くそういうの関係ねえ。部長、お手洗い行ったんだよ。おう、帰ってきたよ。うん、部長さん寝てるよ。お茶はもう寝てるね。はい、ただまあごめんね。うん、アンチすげえな相変わらず。なんで？うん、いやだから大晦日にやれよとか立ち見の C さんも見てるけどね、違うの違うの。今回は俺が急遽言ったから、香川君にお願いして、で受けてくれたんだけど、ただ12月はちょっといろいろ、12月1月は予定が詰まっててっていうから、じゃあって言ったら2月っていうから手洗ったよね。いや俺の中では年末だったら盛り上がるのかなって思ったんだけど、ちゃんとみんな聞いてね。うん、俺はもう
例えば12月じゃなきゃって言ったら受けれないって言われるんだったら、じゃあいつでもいいよって言ったら2月って言ってるから、いや冷めてようが何しようがもうそんなのはいいの。うん、いや香川君の予定は俺じゃどうにもできないから2ヶ月先の待ちにしたんだから、でもそれでも OK 出たから、うん、そうそうそういいんだよ、だってこっちから無理やりお願いしたんだから。でも受けてくれたのは事実じゃん、この間のスカイプで。だからまあそれで俺はあ今回受けてくれるんだって、まあちょっと年明けてからになるけど、まあそれでも受けてくれたんだったらそれでいいやって思っただけよ。うん、それだけのことよ。うん、いやそのボコボコにされるぞって、そんなそれはそうだよ。うん、うん、真面目にだって受けてくれたからありがとうって思って、なんでなんで、いやまあ2月まで、まあ、だから忙しいんだって。うん、あんたたち行くわよ、いいわね、ケピ。そうそう、だから一番はそのよくほらみんなが言う血糖剤とか言われたくないから、ジム借りてきちっとしたレフリーさんを置いてやるわけじゃん。言ってる意味わかる？それはもう間違いないわけよ。うん、そうそう、それだからもうなんか通報しようか何しようか、これイベントですからって言えばもうそれで終わりだから。うん、いやレフリーはちゃんと資格の持ってる方にお願いするんで。うん、そう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 、いやいや放送はやってもらうよ当然。それは会場に来たリスナーさんたちが好きに放送すればいいだけの話で。うん、だって俺たちコメント見ながら試合できないじゃん。だから俺も香川君も放送はしないってこと。うん、そうでしょ、金は取らないよ会場に来る人は。うん、もったいなくないよ。うん、あだからねそういうところがニコ生のバカなの。のぞみがセコンドとかサメがリフリーしたら面白そう。無理そんなの、きちっとした人にやらせないと。だってきちっとやるんだから。うん、だからそういうふざけたことは言わなくていいよ。香川はお金のためだろう。さあそれは俺知らない。うん、ね、全然入場料取っていいレベルですよ。それはいらないよ。うん、そうそうそう、ガチンコでやるんだから。うん、だからチケットは無料だよ。無料無料。うん、いや勝つか勝たないかそれ分かんないよ。うん、
そうそう、香川君はもう受けた以上はあの人は意地になってやるタイプだから、俺からしてみりゃニヤニヤしてるんだけどね、よかったって。うん。いや、今回受けてくれたわ。まあまあそういうことなんで。金のことで揉めないよ。いや、だからその有料チャンネルでやりそうねってありえないじゃん。お互いリングに上がってんのに。どこで放送すんだよ。ってこと。キャンセルの場合どうすんの？いや、キャンセルないでしょ。だから香川くんの都合のいい日にしていいよって俺言ってんの。俺はほら、いくらでも時間は作れるから。ああ、鮫島とかはもうここには関わらせないから。なんか乗ってこようが何しようが。お前関係ねえしって。ビラ王でベラベラやってろよっていう話だから。まあ一応大阪で考えてんだけどね。科学も大阪だったら問題ないんじゃない？歩いて大阪まで来れるぐらいだから。ご近所さんだから。まあまあ、とにかく、なんかね、香川君がどんな仕事してんのか俺わかんねえから、その予定をキャンセルしてまでもっていうのは悪いから。まあだから彼の予定の会う時にお願いするだけよ。俺は全然ビクビクしてないんだよ。むしろ OK もらったことにワクワクしてる。断るなら、まあ、理由がないとね。2月で OK って言ってくれたから。いや、だからみんなね、すごく勘違いしてんだよ。喧嘩をするわけじゃないんだよ。試合をするだけだから。そうよ、みんな。俺と香川君が喧嘩をするわけじゃないんだよ。試合をするんだから、きちっとしたルールにのっとって。総合ルールでやるよ。科学総合ルール分かってんのかどうか分かんないけど、まあ説明はするけどね。まあ私あっち行くわ。分かった。あっちで携帯触りながらぐだぐだ寝る。分かっここた。もう閉めとくからね。あいよ。ぐっちゃんはここに寝といてね。おやすみ。バイバイ。
違うよ、去年もそのネタ引っ張って逃げたよ。去年は香川くんが受けてくれなかったんだよ。でも今年は受けてくれたから、ただ年末には無理って言われたから、じゃあ都合のいい日言ってって。うん、なんで包丁なんか持ってくの、バカじゃないのお前ら、バカなんでしょ。うん、違う違う、去年がダメだったから今年は受けてくれるかなと思ったの。うん、で今年はやってくれるって言うから、あ、よかったと思って。うん。俺はもう余裕でもう、まあ、2月でもいいやって思って。うん。いや、俺は結構バカかもしれないけど、面白いじゃん。そういうの。試合前にリスナー会見って何？ああ、その放送で？そんなのいらないでしょ。何の会見すんの？くだらない。本気だから。うん。ああ、罵り合いとかしない。どうも今日はわざわざありがとうございますって俺は言うと思うし。でよろしくお願いします。うん。まあ緑あたりが放送やるんじゃねえか。それは俺にも香川にも関係ねえから。緑は参加したいって言ってたからよろしくって言っといて。うん。鼻血が出て向こうがやめてって言ったらどうするの？レフリーが止めるまではやめないよ。鼻血ってもうさ、もうそんな小学生みたいなこと言うのやめようよ。鼻血が出てやめてとかさ、ねえ、何なんだよ鼻血が出てやめてって、くだらねえ、何言ってんだよ。内心後悔してるだろ、全然内心ワクワクしてる。うん。あのさ、なんで嫌よの人がさ、お前ガチでいいからかかってこい、ガチで潰してやるかって、あんた関係ないんだよ。何乗ってきてんの、バカなんじゃないの。お前となんかやらねえし、お前がどこの誰だか知らねえから、いいからそういうの。何参加する体になってんの、くだらねえ、面もさらせねえくせしやがって。なんで半笑いなの、俺が、だって俺勝つもん。お前らがね、捉えてる俺の勝つからよって言ってんのは、それは試合に勝ったらいただきだけど、試合に負けても俺は必ず勝つから言ってる意味分かってねえのかな。分かってないね。だからさ、そのおじいちゃん無理すんなって。おじいちゃんだから試合では負けるかもしんないね。だっておじいちゃんに勝って嬉しがるやつっていないもんね。だからどっちにしろ俺的にはデメリットないんだよ。な、
どっちでもいいんだよ俺は。うん。うん、自分より16もね年上の人間に勝ったからってすごい嬉しがるやつなんて俺見たことねえし、うん、間違って俺が勝っちゃったら加賀君も行くとこないよね。リスク背負って頑張ってやってください。もう受けたんだからね。うん、あ基本俺勝ち負け関係ないと思ってる、イベントだから。うん、そんだけ勝つって言っといて負けたら恥ずかしいだろう。恥ずかしいのも俺似合ってるからね。何香川の囲いビビり出してんの、俺の放送にまで来ちゃってさ。まっかり間違って負けることあったら笑いもんだよな。46のよ、歯抜けのじじいに負けたんだよって。大変だね、頑張ってください。俺余裕だから。そういうことよ香川くんね。これ乗っちゃったからもう今更訂正できないからね。俺に勝っても負けてもいやきついね。頑張ってください。そうそう、公平に見てお前に勝つ要素がないんだが。でしょ？でも俺なんでこれ申し込んだか分かってないよね。間抜けなの。あともう一個言っとくよ。総合でやるんだから、まあトランクスでもボクサースタイルでもパンツでもいいけど、プロレスラーが履くようなね、上半身裸でいこうね。分かってるよね、シャツなんか着てやる試合なんて見たことねえからね。分かった。そういうことだから。おじちゃんどこ行って、待ち閉めるから。おいで。おいで。もうそっち。まあそういうことなんで。おやすみ。バイバイ。うん。俺もスキンヘッドで行くから。バイバイ。うん。頼むね。受けたんだからね、逃げないでね。頼むね。逃げないでね、受けたんだから。7日に予定決めるのを待ってるよ。お前らここだよ、ここですよ。
公式チャンネル剥奪されなきゃいいね。乗ったんだからな、お前。分かった？リングに上がったら、リングに上がったらレフリーの指示に従おうね。なんかシャツとか着てきたら脱がないとね。そういうことなんで、はい、よろしく、よろしく。アマチュアだしいいだろう。いやダメだよ、やっぱり何か仕込まれてたら怖いから。うん、上着なんか着れてたらお前ダメだよ。そんなぬるぬるのなんか誰かいたのと一緒だよ、お前つかめねえもん。うん、よろしく。よろしくね。うん、やってね、ちゃんとね。ラッシュガードでも問題ありません。ああ、破けた時に、いや、服が破けるぐらいしょうがないね。うん。よろしく。いいよ、じゃあシャツ OK でいいよ。うん。頑張ってくださいね。やっと分かってくれたかな、俺がなぜ加賀引っ張り出したいか。君たちって多分バカなんだよね。君たちって多分ただのバカだったんだよね。うん。こっちは最初からそんなん考えてんだよ。乗ったんだからやってくれよな。あんたたち行くわよ。いいわね。KP。逃げるなよ、香川。いや。よろしく。よろしく。試合逃げないでね。俺いつでもいいんだよ。うん。俺いつでもいいんだよ。ええ。負けた方になんかペナルティーなきゃ燃えねえよ。いいよ、別にコミュニティ爆破でもいいよ。うん。その程度ぐらいでしょ、お前らがやるの。なかなか頭回るね。俺最初からそのつもりだもん。うん。シャツ着てたらシャツで首絞めてやるから。そんなもん着てるもんが悪いんだから。関係ねえから。柔道着着てたらお前、襟首絞めるのもありなんだよな。ああ、いいじゃねえ。爆弾しょって試合に臨むんだからよ、最高じゃねえ。うん、よろしく。うん、
俺は死なないよ。うん。香川の囲いが湧いてるぞ。もうだって不利になってきてんだもん。もうギブってんだよ。バカだから香川の囲いって頭悪いのが連中が揃ってっから想像してなかったんだよ。俺はどっちでもいいよ。うん、俺いつでも受けるから2月頼むぜ。ベーッと予定決めるからや。うん、カツラ取ったうなちゃんも何もないよ。カツラなんかかぶっていくわけねえじゃん。まあみんな楽しんでちょうだい。予定決めんのは香川だろ。そうそうそう、でも2月って本人が言ったから、2月の14日だって言ったから一応ね。うん、まあいいんじゃねえのかなって。12月にはできねえんだって思ったから、まあちょっと間伸びたけどなって。うん、まあ俺はそれでも受けてくれたんだから全然 OK ですよ。うん、別に俺構わないんだよ。だってどっちにしても2月8日に俺予定ないし。うん、いや俺無謀は言ってないよ。12月にやろうって言ったら予定が合わないからって言われるから、じゃあいつがいいのかなって聞いただけ。うん、いや今回は逃げるな。俺は逃げる気なんか全くないんだよ。やる気満々だから。うん、よろしく。だからさ、喧嘩じゃないんだって言ってんじゃん。きちっとしたルールにのっとってやるんだからね。香川さん、よろしくね。逃げないでね。俺は絶対逃げねえから今回。あんた受けたんだから。あとは何かあるかな、みんな。何もないでしょ。もうこの話は終わりでいい。あとは香川君と俺で話して予定決めて、じゃあこっち会場押さえんでってよろしいですかって言って。うん。逃げない逃げない、全然 OK でしょ。うん、まあそういうことなんでよろしくです。いや、日にちが決まればその日にどこが空いてんのかっていうのは探しますよ。うん、でブレてないじゃん全然。何がブレてんの。うん、全然ブレてないよ。いや、言うことコロコロどこが変わってんの。具体的に試合をするかしないかっていうことに関してはブレてないよね。12月にやりたいんだけどって俺が言って、相手の都合が合わないから2月って向こうが言ってきたんだよ。2月だったら受ける。あ、じゃあよろしくお願いします。全くブレてない、全くブレてない。いや、勝つと言ったり負けると言ったりさ、そんなの関係ねえじゃん。試合やるかやんねえかだけだから。ブレてないよ全然。何を言ってんだよ。
試合をするにはノックアウト、TKO、レフリーストップ、ギブアップ、もちろんですよ。うん。普通、素人の試合にリング貸してくれんの？大丈夫ですよ。うん。そうそうそう、だからあくまでもレフリーにはどっちもね格闘技の素人だから、あの早めのレフリーストップお願いしますって言っとけば、レフリーはプロだから、うん、どうでしょう。素人にリング貸してくれねえやね。あ、もちろんです。うん。あ、倒れるまでやれ。それは怪我になるから。うん。もう、プロのレフリーが、あ、もうこれはもうこっちの勝ち、こっちの負けって決めたら、もうレフリーの、ね、指示に従うだけだから。それでグズグズ言ってくるのはおかしいじゃん。俺も負けたら負けたで、ああすいませんっつってもうってなるし、いやだからさ、もうほんとねくだらないの、怪我をビビって格闘技とかアホですかとかさ、ど素人がやるんだからさ、安全性も確保しないとダメでしょ。そういうことなんで、まあ、とにかくみんながねこうディスりたいのは分かるんだけど、こっちはもうやること決まったんだから、香川君との話で、あとはみんな黙って見てりゃいいんじゃないの、2月までね。そのキック見せてよとかさ、どうでもいいじゃんそんな。そうだから俺はみんなに言ってんだよ、やるよって、やらないよなんて一言も言ってないじゃん。なんでみんながそんなカッカカッカしてんの、部外者のくせに。当人の問題じゃん。科学もやるって言って俺も、あ、受けてくれるんだ、じゃあやろうよ、もうこれでいいじゃん。なんでお前らみたいなクソガイアがガチャガチャ言うの。だよね。うん、だから逃げる気満々じゃんとか、全然逃げてないじゃん、やるって言ってんだから。あ、警察に通報入れようか何しようか決まった、ジムもきちっと管理してるんだから何もないよ。なんかまずい？なんで警察の話になってくるのかね。きちっとしたルールにのっとって試合やるのに。うん。みんながすごい焦ってんのが見えてんだけど、うん、だってさ、普通に考えてさ、30歳と46歳がやるんだからさ、もう君たち余裕ぶっかましてウナが負けんの見てりゃいいじゃん。まあ俺は負けないけどね。なんでそんな怒ってんのみんな。ねえ。いや、逃げないって言ってんじゃん。なんで逃げる必要があるの、こっちから申し込んどいて。
やりますよ、ビンビンで。うん、みんながなんか焦ってるだけよ。大丈夫みんな。そうでしょ、やるよって言ってんだから。そっか、うなやるのかと。で、期待してるぜとか、まあ適当に見るわとか、そんなんでいいんじゃない。うめえが逃げる、逃げねえよ、そんなもん。うん、応援とかいらないんだよ俺、別に全然。うん、じゃあさ、それ今信用できねえんだよって。まだ試合までさ、日にちがあんだから、その頃になってからでいいんじゃない。なんて今から言うのかな。うん、どうでしょう。もうこれ絶対今俺のコントロールに乗っちゃってんだよ、このアンチコメって。アクティブ上げてもらってありがとうございます、バカだよねみたいな。美味しいわ俺は逆に。ありがとうございます。逃げない逃げない、だから言ってんじゃん、逃げないよって。うん、だって逃げる理由が分かんないよ。だってこっちから申し込んでんだもん。どうでしょう。よろしくお願いしますって言ってんだから、もうそれいいじゃん。あとみんながなんか言う必要もないでしょ。香川は相当強いぞ、地元でも有名だったらしい。あ、マジで。やりがいあるね。うん、後付けなしな。別に後付けする必要もないもん。うん、香川って元キックボクサーで現在握力83キロなんだ。すげえな。へえ。すごいね。そうなんだ。清原和博でも70キロ握力なかったのにね。めちゃめちゃ強いじゃん。ああ、すげえな。ああ、俺やられちゃうな。これやられちゃうわ。しびれちゃうよ。大ピンチ。
うなさん、質問に答えてもらっていいですか？いいけど君のコメントは見えないからね。嫌よはね。俺今64キロぐらいかな。体脂肪率が 12% ぐらいかな。そんなもんだよ。168.9センチ。はい。別に絞ってるわけじゃない、いつもこんな感じだから。君たちはさ、そんな俺のことをさ、なんかさ、香川はヤクザでもビビるレベルとか言ってるけど、面白いのそんなの。どうぞ。なんかヤクザ好きだとかね。煽りは試合直前にしろ。だから俺は煽ってないよ全然。試合ねやろうよって言って受けてくれたからありがとうございます。じゃあこっちで全部準備しますからいいですかって言ったら OK って言われたから、はい、あと日にちだけは決めてねって言っただけ。まあ見ればわかるわ。言い訳がた、いや俺香川君と会ったことあるから。俺の予想、香川逃げるぞ言い訳して。見ててみな、今回俺ガチで本気でやるからな。立川の狂犬しばらくぶりにお前出そうかなって思ってるから。あんなの絶対お前、俺になんかお前ガチガチでなんか来れねえから。だって今回は嫌がらせでもなんでもねえんだ、ルールにのっとってやるんだから。余裕。逃げるなよお前デブこの野郎。今回は俺は別におまわりに捕まることも何もねえからな、全力で行くからな、容赦しねえぞ。あ？俺は逃げねえからな絶対に、てめえこの野郎きっちりやってくれよ。ねえ。頼むよ。よろしく。ガッチガチになったら狂犬出すからね。知らねえよ。昔の佐野が戻ってきたよ。迫力が違うよ佐野と香川じゃ。いい年こいたジジイだなんて舐めてかかってきたらお前本当俺にやられるからな、気をつけろよ。はい。
早く体着といとけこの野郎。よろしく。よろしくね。俺は完全にスイッチ入ってるから、うん。人殺すのも怖くねえ男だから。俺は元殺人未遂でもパクられてる男だからな。よーく頭にインプットしてから来てくれな。やるぞこの野郎。うまいな酒が。まあいつまでも若いと思ってるとかね言われてるねあの人いるけど、心よ心、うん、精神解放できるなって思ってるから、今まで鬱憤溜まってたの全部あいつにぶつけてやるわ、うん、すっきりな、うん、リング上じゃ問われないご安心はもちろんです。殺すつもりでリングに上がるから、あとはレフリーが止めるだけの話だから、うん、もう俺は負けるつもりは実はないんだよ正直。俺は正直みんなに言っとくけど、負けるつもりは何もない。うん、弱そうに見えんだろおいちゃん。そうなんだよ、もう弱いの実は。でも精神だけは強いからな。白目向いて泡吹いたってタップしねえから俺は、うん、まあそういう男ですから。逃げない逃げない、俺は受けてくれたんだからありがとうって、悪いねっつって、じゃあ2月、うん、じゃあそれでもいいよ。ただ一言だけ言っとくよ、加賀君サポーター何人かつけといた方がいい。まかり間違って俺に勝った時はまっすぐ帰れない可能性があるから、以上それだけかな。さーっと囲いに囲まれてまっすぐ帰った方がいいよ。うん、知らんど、うん、そこはなもう受けたんだからやってくれよ。それでも来いよ、お前受けたんだから。全然脅してないよ、まっすぐ帰った方がいいよって、静かにね。
けちゃったんだ。だって香川君って俺が何者だか分かってるじゃん。ね。まあ香川リスナー君には悪いんだけど、うん。もしかして逃げないよね香川君ね。あんたもさ、安っちい入れ墨入れてぐらいの男なんだから。そら逃げねえな。うん。面白い話になるな。逃げない言うてたで。ああ、そっか。じゃあいいんじゃねえか。うん。エセ関西？なんもないよ。香川と俺がリングで勝負するだけの話。うん。うん、そんだけのことよ。2月なんだって。と思って。いやいや、あのリングで勝負しようぜっつった。だからまあリングも用意するけど。そうそう、そういうことよ。うなちゃん勝つやん。出てね。仲間になんか何も頼んでないよ。もしね、香川君が勝った後はまっすぐ帰った方がいいよって言ってるだけ。それだけのことだよ。うってください。俺あんまり困ることは何もないんで、いつものうなちゃんマンですから。香川って体重100キロあるの知らない。俺は何キロあるのか、だってあいつが何キロあったって俺関係ねえんだよ。うん、どうせ最後は俺が勝つんだから。そういう出来レースだからね。104キロもあんだ。へえ、随分だるい生き方してんだね。そう、どうせ勝つから最後は。うん。だから言ってんじゃん、さっきから。お前らって多分さ、話が分かんないバカなの。リングで負けても最後は勝つんだよ。言ってる意味分かるよね。
勝負でリング上で負けても多分間違いなく俺が勝つわ。よろしく。よろしくね。だから別に勝つから大丈夫だよ。うん。そんな怒るなよみんな。うん。卑怯、何が卑怯なのかよくわかんないけどね。そりゃそうだよ。何にせよ楽しませるよ、俺は。当たり前じゃん。面白いぜ、俺は意外と。うん。リング上はルール、降りたら関係ないってか。当たり前じゃねえかよ。俺はリング上はルールに縛られてるから。その後は知らねえよ。なもう俺の知ったこっちゃねえから。うん、そんな当たり前じゃないですか。うん、お疲れさんです。さあ、眠くなってきちゃったな。あとは香川くんの対応が楽しみだわ。うん、お疲れさん。皆さん今日は放送に来てくれてありがとうございます。どうもすみません。ありがとうございます。ブルブル寝る日が、震えながら寝る日が続くな。俺全くない。楽しい毎日過ごしますんで。はい。はい、ありがとうね。うん。みんなね、ありがとうね。もう5時過ぎたから。ゆっくり寝ますわ。いい夢見ちゃうぜ。うん、じゃあね、あとは香川君に聞いてください。失礼します。どうもありがとうございました。楽しかったよ今日も。失礼します。